あの子は今日も部屋から一歩も出てきません。相変わらず空想の友達の話をしています。私がそんな子はいないのよって説明すると、見たこともないような恐ろしい形相で、あの子のあんな顔見たこともない。先生、明るくて元気で、お母さん、朗らかだったあの子はどこへ行ったのでしょう。落ち着いてお母さん、正念場ですよ。ここは気を強く持って、娘さんはもっと辛いのです。今我々が見放してしまったら、彼女を守ってあげられる人はいなくなる。私も可能な限りバックアップします。一緒に元気なナオミちゃんを取り戻しましょう。はい、ありがとうございます。少し心が落ち着きました。では様子を見てきます。ええ、気をつけて、あまり刺激を与えないように。ナオミ、ナオミ、もう寝ちゃった？お母さんだよ。開けるよ。ナオミ、またそこにいるの？立ちっぱなしじゃ足痛いでしょ。ベッドに座ったら？お母さんね、今日いいことがあったの。お買い物に行ったらね、ペットショップにすっごく可愛い子猫がいて、ほら、前にナオミが飼いたがってたでしょ、茶色い毛並みのスコティッシュちゃん。その子がずっとこっちを見てるの。お母さん、ケージから離れられなくてね、ナオミにも会わせたいなって。ね、明日一緒に出かけない？学校は休んでもいいって先生が許してくれたよ。サボっちゃってお買い物行こうよ。いや、かな。ねえナオミ、どうしてそこにいるの？そこに誰かいるの？聖子。ナオミ、あのね、冷静に聞いてね。お母さんも知りたいんだ、あなたの友達のこと。あなたのクラスの聖子ちゃんっていつからいるの？ずっと。あなたのクラスって？2年9組。うん、そうだよね。みんなとっても仲のいい素敵なクラスだって聞いてるよ。だけど、どの子に聞いてもね。出てって。どうせ信じてくれないくせに、出てってよ！出てって！信じてないのに信じてるふりをして、私のことおかしいと思ってるんでしょ！ナオミ、手を痛めるよ！やめて！いい、そんな子はいないよ。気をしっかり持って。気は確かよ、おかしいのはみんなよ。落ち着きなさい。うるさいな、みんなどうかしてるんだ、私が正しいんだ。ナオミ、ナオミ、お願い、落ち着いて。飲みなさい、飲むの。やだやだ。
いい天気です。あゆみちゃん、今日も学校で楽しく過ごせているでしょうか。今日も精霊たちが騒いでいる。私やあゆみちゃんが小さい頃から感じていた嫌な予感が、この数日でより大きくなった気がします。とても、とても近いところに、あれの存在を感じる。まさか。ですよね。気のせいとは思いますが。あの子に話しておかなきゃいけないかも。ですね。悪いことが起きなければよいのですが。カバンを投げ出してベッドに寝転び、天井を見上げる。見慣れた照明、見慣れた天井の模様、部屋の隅っこにある見慣れたシミ。あれは私が5つの誕生日の時、開ける前の缶を振りまくって炭酸ジュースをお父さんが天井にまでかけた時のシミ。これだけ見慣れた光景を眺めているんだから、当たり前だとは思うんだけど、時々感じる、今の瞬間、この出来事って、前にもあったんじゃないかって。それはデジャブって言って、心に新たな可能性が生まれている証拠なんだって。おめでとう、中島さん。もう一人の人格が誕生しつつあるわよ。委員長がさらっと怖いこと言ってたけど、そういえば最近、自分のことを客観的に見つめている自分がよくいる。こういうのって、考え出すと止まらなくなって頭痛くなるから、いつもはすぐやめるんだけど、それが、今日に限っては、本当にリアルに、いつも以上に大きくなって、私の周りを包んでるんだ。何ここ、天国。なんだろう、聖子、前にもこれあった気がするの。何が？聖子を家に泊めたこと。なんか次の日、服を買いに行こうって話をしたような気がね。ご冗談を。私がついにナオミを攻略して、このサンクチュアリへの潜入に成功したのは今日が初めてなので。だよね。うん、気のせいか。Thank you.
楽しもう。フラグって何？おいおい、わかりますよ。そう、今日は私の家で聖子とお泊まり会をすることになってたの。語源が終わったら速攻学校を出て、お菓子とジュースを二人でたっぷり買い込んできた。聖子とは長い付き合いになるけど、お互いの家に泊まったりしたことはなかったから、私もちょっとテンションが上がってる。楽しみ。あ、そうだ、ナオミ、一応うちに連絡入れていい？今日のことは伝えてあるけど、学校から直行してきたからね。あ、いいよ。家電使う？あ、大丈夫、携帯で。わかった。じゃあ喋ってて。ちょっと私もトイレ行ってくる。